自分が作りたいものを社会に出してもいいのかなって思っちゃうんですけど。自己満とかってこう心配しないでどんどんこう素材と関わって、まあ評価なかったら別に趣味でいいじゃんって言われちゃって、確かになって思って。じゃあ早速、ものづくり専攻って何をするんですか？ものづくり専攻は何をする特にプロダクトデザインの授業を中心に、この現代社会っていうものをどう見るかとか、自分はその中でどういうことしたいのかみたいなことを探しながら、ガラスや染めや漆やいろんな素材と向き合って、でその素材の声を聞いて、こうグッとこう触ることを通して、何かを生み出して、それを社会に伝えていく専攻かなと。特にプロダクトの授業も必ず全員必修で受けるので、やっぱりその社会、今の現代社会っていうものの中で、そのデザインの力で何ができるかっていうような視点も学べるから、社会に伝えていく。私もなんかこう手で触って作るのが好きで、なんか家でよく紙粘土とかでも作ったりするんですけど、なんかそれは自己満になっちゃうのかなと思って、それを私がものづくりデザインに入ったとして、その自己満の自分が作りたいものを社会に出してもいいのかなって思っちゃうんですけど。まず大事なのは、社会に出す前にその紙粘土と自分の関係、自分が紙粘土と出会って、何をそこで紙粘土との関係の中でさ、何を学んで、何がこう形として現れてくるかっていう、そこをまず大事にする。でそこで大事なものができたら、それを社会に置く。出したら初めてその社会の人の反応が返ってくるから、そこでその学生と社会の人のその何ていうか関わりが出てくるじゃん。でその関わりの中で、あ、自分の形って例えば自己満だったなとか、じゃあ次どうしようとかさ、今度こういうことしたいなっていうのが出てくるから、もう自己満とかってこう心配しないで、どんどんこう素材と関わって、それをどうですかってこう出していくっていうのは、なんか大事なんじゃないかなって思ってます。私ガラスも興味あって、ガラスその制作しに行ったことがあるんですけど、その生徒と先生の距離がすごい近くて、なんかものづくりデザインってそういう特徴っていうかもあるのかなってちょっと思いました。陶芸も仲いいんですか、その生徒と先生？もちろんですよでも本当、昨日も今3年生の授業が始まったばっかりで、4年生がなんだっけ、なんかオープンサンドとさ、生春巻きとかでさ歓迎会してくれてさ、すごい、楽しそう、楽しく。で一人ちょっとね、インド行った人がいて、インドの報告とかあとは個展した人がいて、個展の報告とかしながら、みんなで和やかに。では安藤先生は普段どのようなものを制作していますか？そうですね、なんかちょっとうまく言えないんですけど、いろんなこう学生との関わりとか、こう自分の家族との関わりとか、いろんなその生きてることとこう土と関わって形が生まれてくるっていうことが両輪であって、自然に生活してたらできてくみたいな感じですね。そうだね、なんか東日本大震災とか、コロナがあったりとか、そういういろんなすごく大変な状況をこう生き暮らす中で、土の存在、土ってやっぱりこう大地じゃない、人の生きるこう地面にあるこの土っていう存在を私こう見つめていきたいし、人間のこう根源みたいなさ、足元みたいなものを人に、ここに土あるよねっていうさ、なんかそういうのを伝えていきたいなっていう気持ちで、何かこう手を
動かして土と出会ってるみたいな、そんな感じで。ちょっとここの部屋初めて入ったんですけど、はい、これは漆の技法のサンプルですか？そうですね、いろいろなサンプルを飾ってますね、ここの部屋は。すごい。なんかやっぱり作品を作る上で、なんか自分が作りたいものっていうよりは、なんか使う人のためを考えて作るっていうのを意識してますか？ですね、多分ここが普通の漆を学ぶだけだったり、他の素材を学ぶだけだったら作品をこん詰めてこん詰めていい作品作るってなるんですけど、うちのもの作りデザインってプロダクトの人もいるじゃないで、プロダクトの場合は使う相手がいてっていう、ちょっとまた別の視点があるんで、まあ、そういうところどうなのどうなのって聞かれるから、自分もそういう視点に立つようにはなりましたね。一番悩むのがその作品を作る意味とか、なんか最初の頃先生にも言ってたんですけど、なんか評価大変だとか言ってたら、まあ、評価なかったら別に趣味でいいじゃんって言われちゃって、確かになって思って、作ったことに誰かに何を伝えたいのか意味を考えなきゃいけないよって言われて、そういう面には結構ぶち当たることは多くて、まあ、その場合はいろんな視点視野に立って、自分だったらこれはこう思ってるけど、見る人だったらどうなのか、これを使う人だったらどうなのかって言って、いろんな立場に立って自分のこの悩み乗り越えようとしますし、あと先生に相談はよくしてますね。じゃあこれ、あ、え、思ったより軽い。これまず粘土で形作って、そこからそこに石膏の型を取ってって割り出してって、その石膏の出来上がった型に麻布を貼り合わせていってるんですよ、はい、だからすごい軽いんですよ。え、じゃあこの漆の前は布を布あ、なんか初めて知った。その多分みんな木に塗ってとか、はい、なんかそういう陶芸のやつに塗ってっていうイメージが強いんだけど、こういうものもあるよって、結構いろんなやつあります。私がこの学校入った時になんか自分成長したなって思ったら、臨機応変さは結構臨機応変力をその蓄えることはできたなって思ってて、1年生の頃に、まあ、基礎から学ばせてもらって、ちゃんとだん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 いろんなことをやらせてもらって、まあ、これもやってあれもやってって結構大変だったんですけど、でもこの力は絶対社会に出ても役立つと思うし、そういう美術の目線っていうのはやっぱ経験を通してでしか蓄えれないものだから、そういうのいろんなことに挑戦できるっていうのはここならではで、やっぱいいことだなって思いますね。なんか他のコース行きながらものづくりやってる人とかもいるんで、はいはいはい、これはここの魅力だと思う。確かに空き瓶の魅力ですね、うん、制作するのってすごいこう自分の内にこもって、まあ、物理的にも精神的にもこうこもってギューって作る時間も、必要な人もたくさんいて、それもやってほしいし、で合わせてやっぱりその同級生や、本当魅力ある教員たちにどんどんこう、自分から話しかける、こういうこと興味あるんだけど、どうですかみたいなことでどんどん来てほしいし、あとはやっぱりこの秋田っていう場所とか環境を十分こう味わうというか、表現するっていうことを、なんていうの、自分のこう根底のところから作れる、表現するっていうことを、そのどんな意味があるとか、なんかそういうところを本当に自分のなんていうか深いところからこう作っていける大学だと思うから、そこをじっくり体験して、はい、一日一日を大事に過ごしてほしいなと思います、はい。